あれエンディングかな10年も石にされてたのね、助けてくれてありがとう。放っておいて、本当放っておいてわけじゃないけどね。ケイゲーン、メメメメ、恐れ入りますがオジロン様がお呼びです。話せる仲間を連れていたい。お母さんがこんなに綺麗な人だったなんて、結構住むに置けないわね。おい、からかうな娘よ。気にせず行ってきてもいいわよ。ずっと一緒にいられるもんねって。本当かな？ってここあったんだ。今初めて気づいた。バルコニー。三丁の家がよく見えるな。つか三丁の家しか見えねえな。フック付きロープあるよね。三丁パシリに、ここにフック付きロープ引っ掛けて三丁パシリに呼ぼうぜ。おい、焼きそばパン買ってこいよ、三丁。こんなのを調べた。エロ本はない。天様も空様もどんなにお母様に会いたかったことか、私まで涙が出てきちゃったよ。で、そんなことなってるの、俺エロ本はないとか言ってんのよ。バカだな。あれ、オジロン王がいない。いたいた。おお、シュヤオ、親子水入らずのところをお呼び立てして本当に申し訳ないのじゃが、どうしても聞いておきたいことがあって。ズバリ、暴走魔界に行かれるつもりか。なわけないじゃないですか。おお、安心した。万歳万歳。魔界なんて行くわけないじゃないですかね。え、魔界村とか2周させられるし、マジ面。王様、どこにも行かないでください。もうゴリゴリ。おお、ね、結構ははいにしないと話進まないやつだね。それはなりませぬぞ。命のリングからマーサ様の言葉、私も、人づてに人づてに聞き申す可能性は 0% なんだけど、そのセリフ聞いたのうちら8人しかいないだろ。あれ、何回聞いても同じじゃねえか。誰から聞いたの？人づてっていうか、俺が自分で話したんだろうな、普通に考えて。さて、何も言わないわ。好きなようにしたらいいと思う。一言だけ言わせて。ついていくからね。伝説勇者ってボーカーなんでしょう。行こうよ、悪いやつやっつけに行こうよ。そのために生まれてきたと思うんだって、私のおばあちゃんだよねって。おばあちゃんに会いたいな、チラッチラッって、どんなお母様に会いたかったことか。お前いつの間に中入ってきたんだよ。さあ、問題はビアンが連れていくとなるとメンバーがな。不便な城だな。まあしょうがないか。玉座まで一直線に来れちゃったら何のための城かわからないしね。天空人のところ行ってみよう。どうも、マスタードラゴン様復活したよ。お、だとすれば、神の光が暗黒の魔界にも影響を与えているはずと。なるほど。どうなってんだメンバーは。だいぶ減ってる。ソロルイーダの酒場に向かいましょう。
ちこっち。うん、ここはルイダの店よと。仲間を加える、息子、娘、さあ誰をクビにするか、このメンバーだとオークスのベホマーラー、うーん、オークスパラメーターメリメリ上がるんだけどね、全然経験値が回ってないくって、実はベホマンの方が守備力が高いがヒットポイントが足りない。どっちもどっちだな。やばい時に出てきてベホマーラー使って帰るだけのお仕事なんだよな、結局やることは。だからベホマーラーを回数こなせることを考えるとベホマン。一応マジックシールドで耐性も取れてる。ぶっちゃけビアンカがいらない。簡単なお仕事。ってね、言うと、ビアンカが一番いらないんだよ、結局のところ。でも嫁を連れて歩かないと。じゃあ、どちらにしようかな、天の神様の言う通り。ああ、さらばベホマン。あれ、ベホマンの方がでも強いね、どう見ても。おー、くせ、ベホマン最終的に弱いんだよな、レベルあんま上がんないから。パラメータ的にはオークスがレベル上がった方が耐久できると思うんだけど、まあしょうがない。オークスがクビになってしまった。仲間加える、ビアンカ、表面ビアンカ、息子と娘より弱え、何も来てねえし、しょうがないな。じゃあとりあえずこれでも来ときなさい、はい、守備力結構高っ。グラフィック変わったりしないのか、早くリメイク、はよ再リメイク、はよ。水のリン、頭、頭並び替え、袋整理、種別順、盾、マジックシールドを装備できるか、できない。どうせウロコの盾が最強なんでしょ、女性キャラによくある話。三鏡の盾ができるかな。頭、銀髪風、風棒、シルクのベール、幸せの帽子ができるんだね。これで MP は何も怖くない。 MP 使い回るのは娘の方だな、むしろ。盾、剣で武器だ、武器、誘惑の剣、グリンガムの鞭がないからね、マグマの杖、魔人の金槌、誰も装備できない、ブーメランはダメだよね、モーニングスター、うん、弱いそれしか言えねえ。まあメラゾーマ覚えたらね、火力役にもなれるはず。いやー、
んでこんな守備力低いんだろうって今思ったけど、エッチな下着だからか。プリンセスローブを渡せばそれなりに、おお、それなりの守備力、所詮それなり。私を連れてってくれるって思ったの、ね、一生懸命頑張る。そういえばお城の中を見る機会がなかったわ。さあ、ちょっとラインハット行ってこようかな。レウラ、報告に行こう。ラインハット。ここでラインハットの国よっと。ビアンカなんか喋れよ無言じゃねえか。ここはラインハットの後ろ、ヘンリー様のお友達。顔パス顔パス。ビアンカを仲間に入れた後に来る設定ないのかな。一言も喋んないんだけど。ビアンカのことに誰も触れない。ビアンカも何も言わない。なんだよ、もうやるものはないぞ。あ、ビアンカが喋った。男の子ってのはこれぐらいがちょうどいいよ。よう、ね、全くコリンズは誰に似たんだが、お前だ。今さ、あ、ヘンリーさんも随分困った子供だったんでしょ。血は争えないわよねって。え、ヘンリーさんの子供の頃あんな感じだったの。じゃあどうやったら長くできるか教えて。きついぞそれ。まず俺が殺されないとダメだもんね仲良くなるにはまず自分の父親を魔物に殺されるじゃろ。その後10年間一緒に奴隷生活をするじゃろ。じゃあ仲良くなれる。さすがにこう息子のさ友情のために死んであげる気にはならないんだけどな今でも大変な旅を続けているのねって。うん、お父さんには僕たちがついてるよって。マリアさん幸せそうねって。そうか、あのことはあえて言わないんだな。いやあなたの兄さん死んでましたよ。うそうそ。特に追加イベントなどはなかった。幸せそうだったから余計なことはね、知らない方がいい。でもマリアさん別にそんなにきつくないからね。だってもともとは兵士長。せっかく報告に来たのに。兵士長ってわけでもないんだけど、結構さリーダーぐらいだった兄貴の使いとして一緒に来て奴隷になってたの1週間だけだからさ、10年やってたさベテラン奴隷と比べ物にならないぐらいね、ちょっとどんくさい子だったみたいだけど、そんな言うほど不幸じゃないよねマリアさん。1週間だけ奴隷生活やって即脱出して修道院でちょっとね花嫁修行して、ベテラン奴隷ヘンリーと結婚して今じゃ女王みたいなもんでしょ。割とマリアさん幸せだよ。いや特に MP も減ってないって。ビアンカ弱っ。じゃあ次は魔界か、エルヘブン。まあエルヘブン行く前にね、実家に帰ろうまず。
花がいっぱい。ビアンが喋るかな。修道院なんて柄じゃないなーって。おしとやかな女の子の方が。あ、ちょっと待てよ。実家に帰る前に。もしかしたらの実家。まあ、この世界線では実家にならなかったけど。またこの街を歩けるなんてって。で、喜ぶにはまだちょっと早すぎたわ。フローラさんとルドマンさんのとこにね、顔出してこう。くんくん。いらっしゃいませ。どうぞごゆっくり。宝箱片付けろよ。あっ、あっ、ゆかいゆかい。支度してる間に。いや。ビアンカ、ルドマンさん嬉しそう。これで少しは恩返しできたかな。まあ子供ができたのね。いるだけでは親にはなれませんよ。子供から一つ一つ教えられて本当の親になっていくのですと。ルドマン夫人できた人だな。お父さんはいいお父さんだよ。いい話だったわね。ねえ、子供の頃修道院に出してね、子育てをしていなかったお母さんとは思えませんけど、育児放棄してたお母さんとは思えませんわ。そうでしたか、150年前の魔物とはね。ルドフヒヒヒヒ。150年。ビアンカのことには誰も触れねえ。ちょっと皮肉っぽかった。誰もビアンカには触れません。ビアンカが一人で勝手にメッセージ追加になってる。まあしょうがないんだけどね。さすがに自分の父親は大丈夫だろう。誰にもビアンカが見えないのかな、わら。ベル、ベル、ベル。アイテムがどこにあるかわからない。天空のベル。誰か持ってるな。あった。呼んだか。あ、呼んだ。あの、実家に帰るんで送ってってください。そんなことのために呼ぶんじゃない。かっこいい。久しぶりの実家。なんだってこんな時にこんなとこ来るのよ。私だって人並みの里心の一つぐらいついちゃうわよ。すはー。まずは親子水入らずで温泉じゃ。でも温泉って水だから水いるよねみたいな。今週のノルマ。あー気持ちいいんじゃ。服のまま入るけど気持ちいいんじゃ。いやー、いつだってこの村のことすごく大好きになっていったのって。あー生き返る。おばあさんの裸、ガンミ。おじいさんったらいつまでも若いつもりなんですから。おじいさん若いの、しわしわだよ。恥ずかしがらずに近くへ来るんじゃ。あ、ばあさんじゃなかった。あ、これは失礼じゃ。おじいさん変わらないな。そうか、ビアンカからしたら顔見知りか。さあ行こう。お父さん、娘さんを僕にください。こんなじいちゃんに何ができるかわからんが、わしはここでみんなの無事を祈っとるよ。お母さんのお父さんね、弾丸おじい様。しばらく見ないうちにちょっと吹き込んじゃったみたい。しばらく見ないうちって
10年見なかったら老け込むに決まってんだろうが。そして反応しねえ。ビアンカ行方不明の後に来たのに、ビアンカ治ってから来たら、そのビアンカ行方不明の話せずに何か言ってくれたかもしれないね。もうちょっといいじゃねえかな。ビアンカが無事に戻ってきて何よりだ的な一言ぐらい。ビアンカさん、いやこっちのストーカーの方がまだ反応あるじゃねえか。どうしたんだよ、何年も顔見せないでよ。ごめんなさい、いろいろ忙しくて。みんな冷たい。そうか、まあ旅も大変だろうけどね、たまには顔見せてやんなよってね。こいつビアンカが行方不明になってたこと知らされてねえな。所詮他人だわ。やっともういなくならないでねって。思った以上にいろんな人に、いや結構みんな無視だったよ。あなたのこと心配してたのストーカーだけだよ。さ、実家に帰ろう。あ、ちょっと待てよ。せっかくだからね、ルーラ巡りしてるんだし、歩く、別の実家に。M&A で乗っ取られてるけど。私の家はもうないけど、ゆっくりしていってね。また無視されるかな。まったくこんな収入じゃ寄付金払えないわよ。あんた知ってるかね、その人間には登れやしねえがな。懐かしい、綺麗に使ってくれるのねって。あのおかみさんが教団の信者になっていたなんて、経営も気になるわね。大丈夫かなって。大丈夫じゃねえよ、安いもん。ほら、もう一晩泊まります。3人飯込もうぜ。特にいい弁当ないですよ。なかった。お昼が偉い、僕好きって。残念。まあクリアしてからか、3人目は。よし、あー久しぶりに実家じゃないところに泊まったな。私は聞いたことがあります。知ってる。じゃあモンスターじいさんじゃね。え、ちょっと待って、今の話。魔界の封印を守っている一族がいると、魔物たちと心を通じることができたと。やっぱモンスターじいさんじゃね。いや、はい、お願いします。はーいっと。さあ、それじゃ魔界行きましょうかね。あ、オジロン、ちょっと魔界行ってくっから。